カメラなんだ。どうだろうな。これこれね。ん？私らのよく言葉では、あのこう鳴らせる量がこの枝が枝が4本あったら枝数の半分にしなさいよって言うんですけど、ここにねこう枝の数がね3本あったら、まあ、1つとか2つくらい、あとここにもこう枝が6本あったらば3房くらい、これ1本2本3本4本5本くらいからと、ここでだいたい3房くらいとかって、はい、してやっぱりこの十分にやっぱり葉っぱをね、あの1粒あたりの葉っぱを確保してやればいいの取れっかなと思うんですけども。今年のシャインマスカットの生育状況について教えてください。はい、今年はですねかなりあの天候不順とかあったんですが、シャインマスカットはあの熟期が遅いんですよね。それで本当に今年のシャインマスカットの出来は稀に見る形なんですよ。まあ、ブドウの中でもシャインマスカット後半に熟すんですよ。ですから我が家のブドウも本当にこう糖度が非常に高いです。シャインマスカットを育てるときに気をつけていることがあれば教えてください。はい、やはり緑なんで黒いブドウだったらば黒くなれば味が美味しくなるんですけど、緑のブドウって見た目でわからないんですよね。それでやはり鳴らせる量というか着火量ですけどね、やはり葉っぱに対する葉面積に対する粒の多さっていうか房の数っていうのは大体こう決まってくると思うんで、その葉面積を十分確保するようにすること、それから木の樹勢をきちんとやっぱり弱からず強からずっていうことで、まあ、管理するっていうことですよね。美味しいシャインマスカットの見分け方、食べ方があれば教えてください。はい、美味しいシャインマスカットの食べ方はそうですね、やはり皮ごと食べられるんですが、まあ、このくらいのこのやや牙でね、まあ、飴色になった形が、そしてやはり時期的にも今頃がこれからがいいのかなと思ってます。まあ、十分やっぱりこう日光が当たって熟期が十分あって、そしてやはりこれからのシャインマスカットが一番美味しくなってくるかなと思ってます。はい、ですから食べるのはね、やはり上の方から食べるのが美味しいんですけども、見た目はすごく大きい方が立派なんだけども、どちらかというとやや小粒の方がね甘いかと思うんですけどね。まあシャインマスカットって結構貯蔵も効くんですよね。ですから一挙に食べちまうんじゃなくて、こう自分の冷蔵庫にこう入れておいて、一回に食べるんじゃなくて、こうなんかね、少しずつ食べてもらった方がいいかなと思ってますけどね。最後に消費者の方に一言メッセージをお願いします。伊達市はですね、本当に果物の産地なんですけども、このブドウというのはですね、やっぱり四季温暖の差があって、日照時間があって、そして綺麗な水があって空気があってというところで、夜涼しくて日中暑くて、で日照時間があってということでね、この伊達市ってね、意外と日照時間って長いんですよね。あとはやはり本当に空気も綺麗だけども、水も綺麗ですよね。十分本当にこう果物を育てる環境に整っている場所なんでね、伊達市でも美味しい果物がねいっぱい出てくると思うんで、ぜひ食べてほしいなと思っています。だから鮮度だそれね。でね、すごいぶどうだねこれは。